皆様こんにちは。パンフルート奏者の大塚進です。今日はですね、レッツプレイパンフルート with 進む大塚のね、3回目としましてですね、アイルランド民謡の、サリーガーデン、ダウンバイザサリーガーデンというですね、大変素朴で美しいですね、アイルランド民謡、この曲をですね、一緒に吹いてみたいと思います。で、去年の、ね、末から始めたんですけども、前回までちょっとそのビバルディの四季より春なので、ちょっとその技術的なね、テクニカルな曲をやったんですけども、まあ、いろんな曲をやっていきたいんですけど、今日はね、そういう曲ではなくて、その素朴な歌の曲でね、大変美しいこの曲をですね、サリーガーデンという曲を取り上げてですね、そこでいくつかその表現のこととかですね、まあ、それから若干その素朴な曲ではございますけれどもね、やはりその技術的にもいくつかその伝えておきたいこともありますのでね、そういったことをですね、やってみたいと思います。で、その後ね、もしできればということなんですけども、せっかくの素晴らしいね、その美しいメロディーですから、このメロディーを使ってね、少しそのなんていうかね、発展したね、練習をちょっとやってみたいなと思うんですけど、まずは、以前のしばらく前のね、去年の演奏なんですけども、ちょっとしたコンサートをね、またちょっと見ていただければと思います。で、曲の感じを見ていただきましてね、模範演奏というのは言えませんけれども、一応その一つの例として見ていただければと思います。ではご覧ください。これもとても綺麗なんですけども、アイルランド民謡、サリーガーデン、
ですね、あの去年やったんですけども、あの神奈川県の相模原市のね、和音カフェというところでやったちょっと小さなコンサートだったんですけども、ピアノはね、あの花田美香子さんに弾いてもらったんですけども、このような曲ですね。でまずはですね、ちょっと一回普通に吹いてみたいと思います。まずはですね、シンプルにその楽譜の通りに吹いてみてですね、でそれからですね、ちょっとその歌詞をね、歌詞をそのなんですかね、イメージというかね、歌詞をちゃんとその心の中でね、歌いながら吹くことによってね、どれだけ変わっていくかということをね、まあ実際にやってみたいと思うんでね、まずはちょっとシンプルに一回吹いてみたいと思います。一番簡単なね、都庁長でやってみたいと思います。書いてある通りにですね、素直に吹いてみたんですけどね、まあ、これだけでもこの曲自体がね、とてもそのなんていうんですかね、その綺麗なメロディーでね、美しい曲ですから、これだけでも十分綺麗な曲だなということは分かるんですけれども、やっぱりそこにね、書かれてる歌詞とかね、内容とか、そのちょっとその吟味することによってね、だいぶ変わってくるので、ちょっとやってみたいと思いますね。今度はその言葉の意味をね、ちょっとイメージしながら、言葉をその感じながらですね、イメージしながらちょっとその吹いてみるとね、どんな風に変わってくるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。出だしの、歌詞はですね、Down by the Surrey Garden My love and I did meet、その柳の木の下でね、私の恋人と私は、まあ、出会ったという、そういった情景描写なわけですね。そこを、先ほどは単純に吹きましたけど、そこをね、その、ちょっと言葉をイメージしながら、から言葉をね、そのアーティキュレーションを考えながらやっていくと少し変わってくるわけですね。ダウンバイサリーガーデン。ただ単純に吹きますと、普通に吹きますと。ですけども、これをね、Down by the Surrey Garden、 サリーガーデン大事ですね。それから My love and I did meet、 その言葉をイメージしたのを吹いています。次のメロディーも同じ形のメロディーですけども、言葉がですね、She passed the Surrey Garden with little snow white feet、彼女はですね、雪のように白いですね、白い雪のように白い可愛らしい、暗夜でですね、足でですね、その柳の木の林をですね、通り抜けていったという、そういった情景描写なわけですね。ちょっとその歌詞をイメージしながらやってみたいと思います。2つ目のフレーズです。シーパスタサミガーデン。With little, little snow white feet。で、ここまでが情景描写で、そこから次のところはね、旋律的にもメロディ的にも少し上に上がってね、雰囲気が変わるわけですけども、一段進むわけですけどね、言葉の意味としてもですね、She bid me take love easy as the leaves grow
on the tree、要するにですね、まあ、大体か意味としてはですね、彼女は言ったわけですね。彼女は言いました、葉っぱがですね、葉っぱがそのだん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 とゆっくり茂っていくように、その恋もね、そのゆっくり焦らずね、自然にやっていきたいという、やっていきましょうという、そういったことを告げたわけですね。まあ、そのような、彼女の発言なわけです。だからそこでね、それまでの情景描写とね、ちょっと変わるわけですね。ちょっと連続してやってみますね。最初から、最初の2つが情景描写で、そこから、彼女の言葉になるわけです。ダウンバイサリーガーデン。My love and I didn't meet.パーストサリーガーデン。Little, little, little snow, white feet. She bid me take love easy.その言葉をイメージするだけ ですね、意味を考えながらイメージするだけで、やっぱり全然その表現が変わってくるということはね、ちょっとまああまりうまくできませんでしたけれども、少し分かっていただければありがたいなと思います。やはりその言葉をイメージすることによりましてね、まあ、全体的にも変わってくるんですけども、まあ、細かく言えばですね、その、ブレスの位置とかね、それからアーティキュレーション、微妙なアーティキュレーションとかね、どこでそのスラーかけるか、どこでちょっとしっかり単語かけるかするとかね、そういったことも、おのずと決まってくるわけなんですね。そういうことをね、まあ、分かっていただければと思ったんです。じゃあ、もう一回ね、ちょっと最初から、先ほどはですね、楽譜通りにシンプルに吹きましたけども、今度は、ワンフレーズ、ワンコーラスですね、ちょっと私なりに、言葉をイメージしながら吹いてみたいと思いますので、聞いてください。ですね、その情景をイメージしながら吹いてみたんでね、少しその変わったんじゃないかなと思うんですけど、そこをね、まあ、見ていただければと思いました。で、もう少しねこの曲についてね、少し話をしたいと思いますけれども、
ここから先はですね、ちょっとその、まあ、技術的なことに入っていくんですけどもね、まあ、もしこの曲をですね、皆さんどっかでね、他の方の前で演奏する場合に、まあ、2コーラスくらいやろうとしましてね、そうすると、いろんなアレンジがあるわけですけども、大体一番シンプルなアレンジとしましてはね、最初、今の低い方のオクターブで吹きまして、それからその後、オクターブ上げてね、よりその、なんていうんですかね、その感情を込めてね、高い方の音で吹いて、でまた最後、静かに戻るっていう、そういったアレンジがあるわけなんで、うん、そういう時ね、いくつかその技術的なことが出てくるわけなんですけどね、ちょっとそれをね、まあ、一つ二つね、お話ししたいと思います。ここから先はいつも言ってることも含めてですね、少しその、技術的なことになりますけども、まずはですね、やはりあれですね、いつも言ってることですけども、まあ、どんな場合でもね、やっぱりこうやって歌の曲をね、歌の曲をそのカンタービロにね、やりたい場合には、やっぱりやはりいつも言ってる通りですけどね、自分の正面でね、吹くってことはありますね。それはいつも言ってることです。それからね、ちょっとオクターブ上げて上に上がってみたいと思いますので、ね、そこのところちょっとやってみたいと思います。オクターブありますね。やはりそうするとね、まあ、一般論としましてはより音が高くなるということでね、よりその、感情的にはね、少し何ですかね、より盛り上がってくるわけですね。それからそれに従ってね、そのテンポも若干速くなるかもしれませんね。でやはりその高い方の音をねしっかり吹くためには、やはりこういうところでこそね、そのいい姿勢というかですね、いい呼吸で自分の正面で吹くということですね。じゃあ2コーラス目のところいきますね。それだけね、なんていうんですかね、いろんな意味でね、エネルギーが逸れてしまうわけですね。こうなってしまうわけですから、これよりは、こっちの方がね、やっぱりそのエネルギーを込められるわけですよ。だから、特にこういうところでね、その、自分の正面に持ってくるってことをね、やった方がいいと思います。その一番盛り上がって高い方まで行ったところで、一番そのピークに来たところでね、最後のところではね、さっとオクターブ下げましてね、元の低い方に戻ってね、終わったわけです。でこれはアレンジの方法ですから、いろんな可能性があるわけですからね、別にそういうことしなくてもいいですし、シンプルにね、下は下、上は上で終わっても結構なんですけど、まあたまたま今ねちょっと下に下がってみたんですけども、まあそういう時にですね、もちろんその2オクターブ飛ぶわけですから、音が下がるわけですから、その音がね、その外しやすいっていうかね、外す恐れは常にあるわけですから、自分の場合もね、まあ、なかなか命中しない場合もあるんですけども、やはりね、こういうところを使いましてね、
その楽器のね、その大きな跳躍に関してね、まあ、少しずつその練習して身につけていくといいと思うんですね。だからやっぱり失敗を恐れずにね、まあ、普段の練習からですけどね、普段の練習からそのオクターブを、大きな跳躍をね、さっと飛べるように練習することは、なんですかね、積み重ねとしてね、とてもいいんじゃないかなと思います。ちょっともう何回かやってみますけどね、ここからいきまして、一番盛り上がりますね、ピークです。の場合はこの楽器はその4オクターブの大きい楽器ですので、そのソからソも途中なんでね、ちょっと外しやすいんですけど、皆さんの場合はね、3オクターブジャストの楽器であれば、その最低音のソになりますからね、まあ、飛ぶのはだいぶ楽になると思うんですけどもね、その点はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どっちにしろですね、やっぱりこういうところで練習するといいと思います。でそのコツとしましてはね、まあ、いつも言ってることですけども、どんな場合でもね、背骨の回転運動で正面に持ってくるということですね。やっぱり正面に持ってくることによって、一番その、なんていうんですかね、その、より安定して確実な状況で吹けるわけですからね、やっぱりいつも正面に持ってくるということを心がけるといいと思います。で、そういうところで練習してもらえるといいと思いますよ。まあ、もう一回、二回やってみましょうかね。まあ、結構外すんですけどね、やってみたいと思います。正面です。少しその今日ねまずお伝えしたかったことは、その、まあ、単純にね、そのメロディーラインを、綺麗なメロディーだなと思いながら、そのメロディーラインを吹くっていう段階からね、まあ、次の段階としましては、やはりその言葉をね、歌詞をね、噛みしめてイメージしながら吹くことによって、よりさらにね、より良い深い表現ができるんじゃないかなっていうところをね、まあ、一緒にやってみたわけです。で、この曲はアイルランド民謡ですから、まあ、正式とか本格的にやる場合にはね、ちゃんとそのアイリッシュ風なね、表現というのを身につけていけば一番いいんだと思うんですけれども、まあね、これはいろんなアプローチがあると思いますので、まあ、そういうもちろんその正式本格的なねアプローチもあると思いますし、まあ それはそれとしていいんですけどもね、まあ、それはそれとして、やはりそのまあ自分の場合はこのように感じる、まあ、そういうねその自分の感性に素直にやるっていう演奏法もあると思いますからね、まあ、そのようなアプローチもね、良いんじゃないかなと思うんです。だからその要は自分にとって一番このように表現したいんだっていう表現でね、やればいいんじゃないかなと、そういう方法もあるんじゃないかなと思っております。で今日ね、今日は一応ここまでなんですけども、せっかくねこの綺麗なメロディー使ってなんですけどね、せっかくだからそのおまけですね、おまけで、まあ、こんな練習もできますよってことでね、ちょっとやってみようかなと思うんですけどね、まあ、要はねそのこの楽器をね、パンフルートという楽器をですね、よりその自分の、なんですかね、体の一部にしていくね、その自分の身につけていくということを一つの、その、側面としましてね、まあ、胃腸というかね、いろんなキーで、いろいろ吹いてみるっていうことがね、結構役に立つわけですね。で、今のこのサリーガーデンのメロディーはとても覚えやすくて、綺麗なメロディーで、わかりやすいメロディーだと思いますからね、まあ、綺麗な曲は綺麗な曲で、その、取っておきたい気持ちもあるんですけども、まあ、ちょっとこれを材料というかね、魚というかね、その材料にしましてですね、ちょっと胃腸の練習をやってみたいと思います。で、これはね、だんだんとできるようにしましてね、まあ、どんなキーでもできますよっていう形にするとね、とても、なんていうんですか、役に立つというかね、その実際の演奏で、その、とてもいい、その、武器になると思いますからね、まあ、少しやってみるといいと思うんで、ちょっとやってみたいと思いますね。まあ、最初、都庁でね、そこから、この音階の上でやってみたんですけど、ちょっといくつかね、まあ、全部できるかどうか分かりませんけど、ちょっといくつかのキーでね、やってみたいと思います。じゃあ半音上げてね、
ソの、ソから半上げて、ここから、これですね、ダの、ダのフラットですね、ここから、やってみたいと思います。ちょっと音階をやってみましょうか。シノートでもどっちでも使えるんですけども、まあ最初はね、その基本的なところでやってみたいと思います。波長調になりますけど、これはちょっと今もうやりませんね。また半を上げて
レのフラット。続くんですけども、この先はね、皆さんぜひご自分でやってみてもらえればいいかなと思います。要はですね、まあ普通はですね、まず第一段階としましては、吹きやすいね、都庁長だったら都庁長ね、八丁長だったら八丁長で、吹ければいいと思うんですけども、さらにね、よりこの楽器を自分の体の一部にしようと思われる場合にはですね、今やってみたいですね、いろんなキーでね、吹いてみるっていうのは大変いい練習になると思うんでね。でそれによってね、その何て言うんですかね、メロディーさえ分かってしまえばどこでも自由に吹けますよっていう段階になってきますと、その何て言うんですかね、その曲を覚えるね、アンプするための労力もその分だけ、楽をできるってこともありますね。もうメロディーさえ分かっちゃうと、あとは別に考えないでも吹けちゃうっていうことになるとね、それだけその結構アンプもしやすくなるんじゃないかなと思うんでね、そういったこともありますね。ということで、今日は、要はどれだけ表現できたか分かりませんけれども、このような、ね、シンプルな美しい曲について、単純に S のメロディーラインをなぞるだけではなくてね、やっぱりその言葉をかみしめながらね、吹くことによってより、表現が、ね、よくできるんじゃないかというところでね、一緒にやってみたわけです。でそういうことでね、ぜひ、皆さんもやってみてほしいんですけれども、このようなレッスンをですね、やっておりますので、ここは自宅埼玉県の、ね、新座市なんですけれども、ぜひ、やってみたいという方はね、おいでいただければと思いますし、あとは浦和の方のですね、読売日本テレビ文化センターというところでもレッスンをしておりますのでね、どちらでもぜひおいでいただければと思います。すると今演奏しましたね、楽器はですね、お作りしております。いろんなタイプの楽器を、ね、作っております。入門者用からですね、一般的な3オクターブね、それからそれ以上大きい楽器までね、いろんな、なんですかね、その必要に応じて作ることができますのでね、作っておりますので、楽器の興味ある方もね、ぜひご連絡ください。それから東京ではですね、目白のですね、ギタルラ社というところに楽器を置いてありますので、そちらでも出動できます。ということで、今日はサニーガーデンをやってみました。じゃあまたね、これからもいろんな曲をやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。では今日はどうも。ありがとうございました。さよなら。